こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフローマリー。綺麗なスタートを切りました。アリゾナグローブ前に行きそうです。フローマリー、それに続いています。さらにはローブキャスター、13番アッティカス、その後ろ MI ブラン、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。アリゾナグローブ先手を取りました。フローマリー、それに続いています。その外からローブキャスター、内からはベリーアンデス、その外からアッティカス、黄色の帽子ディアブランド、その後ろ、その外からスマイルキャップ、内からはエイティラック、その外からマックスシューズ、内からはマニックアセット、並んで9番スリーカラーズ、ギャロップキャスト、この馬もこのグループ。キャプテンゲーム、すぐ後ろ並んで2番ジュピターボタン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番アリゾナグローブ、まだ粘っています。フローマリー、ほとんど差がありません。スマイルキャップ3番手、 MI ブラン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アリゾナグローブ先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 アリゾナグローブ先頭だ。残り 100m、 アッティカス抜けた。アリゾナグローブ追いすがります。一気に MI ブラン、アッティカス、大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。メルシーティブレス前に行きそうです。マウントキャップそれに続いています。さらにはカワチトリビュート、7番ダンスパートナー、その後ろアリゾナシンガー、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはマウントキャップ、その後ろからはフローラルメロディー、カワチトリビュート、後位をキープ、緑の帽子ローミンレイチェル、その後ろすぐ隣にロスウィンズ、その横にアメリカンピス、ダンスパートナーすぐ後ろ、その隣にメルシーティグレス、その横にブライトアスペン、マルターズウィッシュ、この馬もこのグループ。サンライトフローリップすぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番マウントキャップ、2番手はカワチトリビュート、絶好の手応えです。さあカワチトリビュート、このまま逃げ切れるかどうか。先頭変わってカワチトリビュート、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はダンスパートナー、先頭を捉えるか。残り 200m、 カワチトリビュート先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンスパートナー、カワチトリビュート追いすがります。ダンスパートナー、ダンスパートナー、1着、2着にはどうやらカワチトリビュート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フリーコラム、これは好スタート。ロッキー・ジョンヌ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくロッキー・ジョンヌ行きました。続いて前へ行くのはフリーコラム、さらにはフライト・ファルコン、13番クリスマススパーク、その後ろベイル・アウト・ベッキー。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはロッキー・ジョンヌ。これに続いてフリーコラム、マーベラス・サンデー、好位をキープ。青の帽子フライト・ファルコン、その後ろその外にディアレイ、並んで12番チェリートゥーレ、内からはサークル・ボールド、その隣にクリスマス・スパーク、並んで10番トロット・アイズ、パール・シュガー。この馬もこのグループ、すぐ隣にダイヤモンド・ブルック、しんがりからベイル・アウト・ベッキー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から8番ストレートタフネス、一気に先頭に立ちました。この辺りで先頭が変わりました。ロッキー・ジョンヌ、ストレートタフネス、ほとんど差がありません。ディアレイ3番手、マーベラス・サンデー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はストレートタフネス、チェリートゥーレ先頭、2番手はマーベラス・サンデー、残り 200m、 チェリートゥーレ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マーベラス・サンデー抜けた。チェリートゥーレ追いすがります。マーベラス・サンデーゴールイン。マーベラス・サンデー1着、2着はチェリートゥーレ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。マーベラス・サンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立った。トロットフォード、トロットフォード先頭、2番手はケーフネプチュン、2番手はケーフネプチュン。カワチソレイユ伸びません。トロットフォード1着、トロットフォード完勝。トロットフォード1着、2着はカワチソレイユ。勝ったのはトロットフォード、カワチソレイユ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はアグネスキャッシュ、アグネスキャッシュ先頭、2番手はアグネスフィールド、追いすがります。あと 200m、 アグネスキャッシュ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。優勢トップラン、グランプリデュール、追いすがります。優勢トップラン、優勢トップラン1着、2着にはどうやらグランプリデュール、1番人気に応えました。優勢トップラン見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはダンスインザダーク、ダンスインザダーク先頭、引き離しにかかるダンスインザダーク、差を広げる2番手はポショガップル、ダンスインザダーク今ゴール、段違いの強さです。ダンスインザダーク1着、2着はポショガップル、これは桁外れの強さだ。ダンスインザダーク。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってロイス&ロイス、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は大宅帝王、先頭を捉えるか。残り 200m、 桜千歳を伸びてきた、桜千歳を先頭ダンツシアトル追いすがります。桜千歳を桜千歳を1着、2着にはどうやらダンツシアトル、まずは前哨戦を制しました桜千歳を、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠の秀のリード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはジュエルプリンセス、綺麗なスタートを切りました。オーエーコスモス前に行きそうです。アメージングレース、それに続いています。さらにはイデノリード、5番ジュエルプリンセス、その後ろミスタールドルフ、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からオーエーコスモス先手を取りました。赤の帽子ジュエルプリンセス、その後ろ1番人気のライブリマウント、現在馬群の中ほどにつけています。それでは先頭からオーエーコスモス先手を取りました。すぐ隣にジュエルプリンセス並んで、14番統計2世パセアナ、この馬もこのグループ、ナイトピットすぐ後ろ、すぐ後ろにノーブルウィナー、青の帽子ウィンドポート、その後ろその外にエイシインディー、さらには星ボイス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでアメージングレース先頭に変わりました。統計2世ほとんど差がありません。オーエーコスモス3番手ライブリマウントいい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は統計2世、統計2世先頭、2番手はライブリマウント、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、統計2世先頭、統計2世粘る、ライブリマウント迫る、統計2世先頭だ、統計2世1着、統計2世1着、2着にはどうやらライブリマウント、これが世界の実力だ。統計2世